こんにちは、油の長男です。結婚相談所におけるお見合いと、婚活、ね、話していきたいと思いますが、今日はね、お見合いにおける、いろんなよもやま話、読めますか？よもやま話、僕が経験した、まあ、いろんな話をね、ちょっと話していきたいと思います。今日のお話ししたい、まあ、僕の体験談は3つ。騙された話、一発アウトの話、呆れた話。騙された話からいきましょうかね。お見合いのね、結婚相談所におけるその、データファイル、釣りショってやつですね。これは、全てにわたって裏付けとなる書類が提出が必要だというのは以前お話しした通りなんですが、その項目の中にね、プロフィール各項目の中で、裏付け証拠、そういう書類が必要ない項目がいくつかあるんですね。嘘が書ける、気軽に嘘がつける、その項目が嗜好品の酒とタバコなんですね。で、まあお酒はね置いときましょう。で、とかくね、釣り書見ていくと、タバコの項目はね、スワガイって書いてる女性の方がほとんどです。以前お話ししましたけどね、タバコの項目は吸う、少し吸う、吸わない、まあこんな感じで3つに分かれてることが多いですね。で、ほとんどの方がもう吸わないにチェックしてます。で、私ある時ね、婦人服のね、高級婦人服を販売、の仕事されてるとある方とお見合いしまして、まあお見合いね、当然ホテルで、ホテルの喫茶店でお見合い、これがうまくいきまして、お互いまあ話が合いまして、まあ一回会っただけじゃわからないし、またお会いしましょうよなんて感じで、次回のデートといいますか、まあ、一応形上の交際にこぎつけたわけです。で、まあ、1回目のデート、車でねドライブしてちょっと遠出して食事して、まあ、散策して帰ってきたんですけども、その食事をね、何時ぐらいかな、夕暮れ前の、夕暮れ直前ぐらいかな、まあご飯食べてまして、なんか食べ、ゆっくりお話ししながらね、ご飯、食事ともにして、なんかね、そわそわするなと思ったんですよ。で、そこのまあレストラン出まして、外に出て、ちょっと休憩ができるベンチみたいなとこがあったんですが、そこへ行くや否や、タバコ、プッ、プッ、もうカバンからすごい勢いでタバコ出して吸い出したんですよ。そして一言、あーもう我慢できない、なんじゃそりゃ。否定はしませんけどね、タバコ、もうご飯食べたら吸いたくて吸いたくてしょうがないって言ったら、もうそれ少し吸うとかじゃなくてヘビースモーカーでしょ。完全にタバコなかったらダメじゃないですか。で、半日、丸一日でもないな、たった半日会うだけの間を我慢できないぐらいにもうタバコ吸いたくなるって言ったら、これはもう少し吸うじゃなくて吸うにねチェックしとかないとダメじゃないと私は思いました。まあちなみにその方とはね、これが原因でっていうわけじゃないんですけども、もうその回でデートは、交際は終了ということで、まあこれは一応補足でお話しておきますと、休みがね全然合わなかったんです。販売系の方ですから、休みは平日のみ、私は日曜祝日のみ、次いつお会いしますってなった時にも休みが全然合わなくて、発展するしない以前の問題でした。まあこれは、仕方ないのかなと思いましたけどね。まあその中でやっぱりね、ちょっと騙されたっていうのは大げさかもしれないですけど、と思っちゃいましたね。まあそんな小さいことでもね、ポロッと騙された
ったってことが分かると、他のことでもやっぱり嘘ついてることあるんじゃないかなって思っちゃうのは人間ですからね。まあ、この辺は正直に書くか、もしくは本当にタバコやめるか、それぐらいの努力が必要じゃないかなと思う項目でしたね。で、次行きましょう。次、一発アウトの話。これひどいですよ。まあ人間正直な方がいいと言いますし、僕も正直に言ってもらえる方がいいんですけど、これはね、どんな方かも忘れましたけど、ね、お見合いホテルで、まあお見合いが成立して、ホテルでまあお見合いが始まりましたと。で、もう始まってすぐにね、お相手の方から言ってこられたセリフが一発アウトだったんです。僕の中で何を言われたか。私、将来結婚してから旦那さんの実家の近くでは絶対住みたくないんです。こんなことをおっしゃったんですよ。まあ言わんとすべきことはもう一つですよね。要はもう親に会いたくないっていうか、実家に行きたくない、親と関係持ちたくない、まあ、そういう意図がありありと見えまして、まあね、そういうふうに思う方多いかもしれません。でもね、会ってもいない親をそんな毛嫌いするような方は、そういう方とはうちの親とね、うまくやっていけると思わないじゃないですか。人間やっぱり歩み寄り必要ですから、もう何度も会った上で、ごめんなさい、私はちょっとお父さんお母さんのこと好きになれないです、これはわかるんですよ。もう人間ですからしょうがないです。でもね、会ってもいない親を毛嫌いされたらね、こちらってそんな将来バチバチやり合うの分かってる人と結婚したいなんて思わないですからね。まあこの人はその時にもうお見合い始まって 2,3 分で、ああもうこの人ないわって思っちゃいました。で、まあ素直で正直な人なんでしょうけど、そういう発言をしたらどう思われるかっていうことを考えないあたりは、ちょっと人間の底が浅いかなっていうようなことを思いました。まあ言い方ありますからね、同じ考えでも言い方一つで相手の受け止め方変わりますから、やっぱりちょっとね、自分もまあ浅はかな人間ですけど、その人ももうちょっと考えた方が良かったかなと今でも思います。気をつけましょう。で、3つ目、呆れた話ね。一度ね、えらいトラブルにあったことがあるんですよ。これね、JR 梅田駅、 JR 大阪駅、そのすぐ近くに新阪急ホテルってあるんですが、そこで日曜日の昼のね、1時か2時かそれぐらいかな、お見合い予定あったんですよ。で、当然ね、始まる時間の10分前にはもうロビーに行って、待ってくれている仲人さんとね、落ち合って、まあお相手さん来られたら紹介しますんで、ちょっと待っててくださいね、なるんですけども、いつまでたっても来ないんですね、お相手の方が。おかしいなーなんてやってたらね、相手の相談所の仲人さんが来てくれまして、事情説明してくれました。JR のね、環状線あるんですよ、大阪ね。どこかの駅でね、火災が発生して、その駅と駅の間の線路の下からこう高架下から火災が発生して電車止まっちゃったと。なんじゃそりゃと。まあそれはもう仕方ないですと、全然気になさらないでくださいと、いう話して、もうゆっくり座ってね、持ってた文庫本読み始めたんですけど、これがね、1時間経っても来ないんですよ。なんじゃそりゃと。で、まあこれはもうしょうがないですからね、相手が怒ったってすれ違いですから。で、まあ結果として1時間30分近く待ちました。で、何度も何度もその間にね、
相手の仲人さんが来て、すいませんすいませんって謝ってくれるんです。逆に恐縮しまして、いやもう本当気にせんでくださいとなってたんですけど、まあびっくりしたのが、いざ来ましたと仲人さんがもうパーッと笑顔で、あ大変申し訳ありません、やっと今来られたそうなんでみたいな。でまあこっちもちょっと立って、まあねこう直して、どんな感じで来られるかなと思ってたらね、もうしゃなり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 と、もうにっこり笑ってゆっくり入ってこられたってね、入りってまあ僕が世間連れしてるのかどうかわからないですけど、自分は確かにね悪くないですよ、1時間30分遅れたのはあなたのせいじゃないと。でも少しはね待たしてるのは事実なんだから、慌てて来ましたっていう演出ぐらいはしてほしいですね。どう思われますか。本当にね走ってこなくてもいいですよ、いい格好してるだろうし、汗かいて化粧崩れても嫌だろうし、でも慌てて来ましたっていう演出が欲しかったし、まあ、100歩譲ってそれはなかったってもいいですもん、僕もあんまうるさいこと言いたくないから。でも嘘でも一言謝りましょうよ、うん、なんとその人全く謝ることがなかったんです。まるで開始待ち合わせ時間3分ぐらい前に来たような感じで、あこんにちは、これで終わりですよ、はいってねまあそれでね僕はちょっともう、この子はいいか悪いかはまあこの際置いといて、僕とは合わないなと思ったっていう話です、うん、まあもう他のねその方とはもう内容はもう覚えてないですけど、一切ただ自分との感性のズレがすごく大きいなというのを覚えてますね、うん、まあ僕なんかサラリーマン、10年ほどやってましたから、自分は一切悪くなくても謝らなきゃいけないシチュエーションがありましたし、まあそうすることによって丸く収まるんなら謝っとこうという術もありますからね。もし僕が待たした側だったらもうとにかく謝り倒しますよ、自分何も悪くないけど、でも待たしたのは事実ですからね。まあそんなこともありましたね、うん、まあその3つに限らずね、もう突起事項なんてもいくらでもありますからね、まあ、これからもねよもやま話シリーズとしていくつかねお話ししていきたいと思いますので、またねチャンネルチェックの方よろしくお願いします。